ターも手を伸ばしたんですが触ることができませんでした。いい守備からいいシュート、今シーズン初ゴール。練習に一人で行ってまいります。自主練、行こう。 OK、 トレーニング終了。いいよ、頑張った頑張った。よし、水曜日終わり。俺とアツケが1で、なんかめちゃ臭い。マジで移動疲れた。無理。結果見るか、結果。言うなよ、言うなよ。絶対言うなよ。バーモン、バーモン。いくらかけたっつったっけ？1万円。バーモン、バーモン。1万1000か。バーモン、バーモン。ちょっと待って、サムネでわかるからさ、ちょっと。お前流してくるわ。あとタイトルは見えないようにして全画面にして。画面にしたの？タイトルも見えないようにして。タイトルも見えない。流して。いいよ。やばい、タイトル見えるこれ。全画面にした。見えた。オッケー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 。ありがとう、ありがとう。そういうこと、そういうこと。カーソル切った瞬間にね。オッケー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 。ワスパス怖いって。ああ、あ、おっさん。うわ、怖い。普通にやられるんじゃないのこれ。いいけど、やった。いいけど。
お、来た。よし、よし、よし、押したよね。ないよね。ベリンガム、ベリンガム、ベリンガム、ベリンガム来た。ベリンガム、えぐい、えぐい。81分。ベリンガム、押したよ。ないよね。勝った、勝った、勝った。勝ったんちゃう、これ。よっしゃ。よし、あっぶねえ。え、勝ったよね、勝ったよね。ゼロ一だ。よっしゃ。バモごめん、うるさかったね。もう戻ったから大丈夫。楽しかったね、2分間めちゃくちゃいい芝。カゼミロ許してたんだけど。マルセロカゼミロ。あ、これだこれだ。引っ張れ引っ張れ引っ張ってよ、あっつ行けよ、あっつ行け、あっつ行け、ちょっ、うわぁ、その後、その後
負けてしまいました。俺が決めてれば。くそ。申し訳ない。何もしてねえ。ああ。マイクくそ削ってたよね、なんか。シュンさんだっけ足えぐいことになってた。血出たし。え？やばいことになってた。帰ります。けぐい。はい、帰宅してまいりました。お疲れ様でした。マジできつかった、やばい。はい、それで、ね、今日の試合負けてしまったんですけども、まあ僕はまあタイトル見たら分かる通り、サラリーマンからプロを目指すということに挑戦しております。でですね、まあ以前もサークルからプロを目指すっていう、こいつ頭いってんのかと思われてることをですね、動画に上げていたんですけど、これからもサラリーマンからプロへということで動画上げてますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日の相手なんですけど、ネクサスというところだったんですが、こちらのカゼミーロ選手、もうブラジル人のセンターバックの選手がいたんですけど、なんかサンパウロでやってたらしくて、プロのその人とマッチアップしたんですけど、マジで速いし強かったけど、まあ元サンパウロであれかって感じでしたね。正直届かないところにないんじゃないかなって思いましたね今日ね。サンパウロでやってたって、やばいでしょ、ブラジルのサンパウロでしょ。まあとは言ってもね、今日負けてしまったわけなので、そんなことはまあ言ってられないんですけれども、今日の相手がですね、まあ九州社会人リーグの、第4位ぐらいということで、かなり社会人チームの中では上位チームと当たったわけなんですよね。他のちょっとチーム見てみたんですけど、その九州の1位2位とかのチームだと、なんかほぼほぼ J リーグでやってた人が入ってる、ロアッソ、大分トリニータ、京都サンガ、いわき FC とか、蒲田マーレとかね、松本山雅とかおるやん、サガン鳥栖とかいるやん、えぐいな。まあ、負けたので当たることはないんですけれども、こういうチームと同じカテゴリーで今サークルの僕がやってるっていうね、やっぱその社会人でサッカーをガチでやる人たちって、本当になんかもうこれまでもずっとサッカーやってきた人だし、大学でもサッカーやってきた人がほとんどなんですよね。それだけサッカーが好きっていうことですよね。素晴らしいことですね。まあ、今日1回戦で負けてしまったわけなんですけれども、まあ、自分に可能性は感じたよね。試合の反省をすると、ちょっとあそこで左足で決めたかったな、マジで。俺決めてたら 2-0 でだいぶ違ったんじゃないかなと思います、流れが。なんですけど、それを決めれなかった後すぐですね、点決められて、立て続けにすぐ2点目入れられたんですよね。なんかもう相手が流れ乗っちゃって。ということでね、アットキさんは生きておりましたと。福岡県にいてサッカーをしておりますということでした。でね、これからもサラリーマンからプロを目指して、動画の方を投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。よかったなと思ったら、いいねとコメントよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。